よし。さあ、行くぜ。さあ、音声入ってるかな。よし、入ってるはずだ。今日は元ブログです。はい、元ブログですね。それをインスタ 360X4、360度カメラの最新機で、撮っていこうと思います。はい、スタートしたのは海ホタルや。海ホタルってさ、ホタルイカとかいないのかな。富山のね、ホタルイカの身投げずっと見たいなと思ってるけどね、なかなか 見られない。はい、今日はね、海もベタなぎですね。大変にベタなぎです。はい、今日乗ってるバイクはですね、私のハーレーのスポーツスターですね、XL1200 です。あ、今日風全然ないな。で、ついてるカメラのね、アームをこう伸ばすと面白いことにですね、こうやってどんどん、上の方から景色を撮ることができるようになります。今だいぶ高い位置から撮ってると思うんだけどね、まあ、このくらいカメラ伸ばすことができれば、多分景色も相当ちゃんとこう海の方も見えるんじゃないかな。はい、ね、まあ、海ほたるも首都高速の一部だと思うんですけども、ここはね、首都圏でいうと唯一みんなゆっくり走るところなんだよね。なぜなら景色がいいから。すごいいいですね、遠くの方のね、景色までよく見えますね。はい、富津の方まで見えるな。やっぱり横風が少ないとね、オートバイも安定するし、で、やっぱこう、カメラアングルも安定しますよね。はい。で、この向こう側の景色の、海岸沿いのあたりですね。あのあたりで、新仮面ライダーで、主人公の本郷が泣いたところです。はい。いいなぁ。いや、ここに来るまではね、高井戸のあたりが結構混んでて、30分ぐらい余計にかかっちゃったんだよね。いや、ああいうのがあるとね、バイク嫌だなっていう気持ちになってしまうんだよね、時々。そういう時はね。でもそれを超えるとね、やっぱいいなって思っちゃうなぁ。やっぱこういうその景色、いい景色の中で、こう風を感じて走るっていうのはね、本当にこう魂の選択になるね。オートバイ乗ってこう走行風を身に受けるっていうのがね、もうここまでこう身も心も現れるものだっていうのをね、ぜひいろんな人に感じてもらいたいな。ただ一つだけ文句があるとすれば、高速道路の料金が高すぎる。はい、高すぎです。なんとか安くなってもらえないかな。なんか2輪なんか割引みたいな期間もあるみたいですよね。しかし僕のハーレーは ETC がついてない。左側にこの海面にいっぱいこう棒が立ってると思うんですけども、ここすごい遠浅で、あの辺人が立てるぐらいしかないんですよ。で、あの棒が立ってるところ何作ってるかというと糊です。はい。ただ昨今は、クロダイが繁殖しすぎてて、このね、海苔が非常にダメージを受けていると、てかまともに取れない時もあるというような話を聞きます。はい。したらね、もうクロダイなんか海苔で釣れるんだったらね、めっちゃ釣りまくっちゃうよ。なんて思うんだけど。クロダイちゃん、いいね。きっと美味しい。いやいやいや、
いい辺、あ、これでここで、赤ラインが終わりですね。はい、じゃあ少しこうカメラ畳みましょうか。ね、こうカメラ畳んで下げてやるとね、風がなかなかこう影響が少なくなって、ね、あれ一般車なんだよね、俺。これは一般車こっちだ。よいしょ。おい。